南伊豆町の漁港で海に車が転落しているのが見つかり中にいた成人男性1人が救急搬送されています午前2時ごろ南伊豆町天石の小稲漁港で車が海に落ちたとドライブレコーダーの映像を管理する会社から消防に通報がありました警察や消防などが捜索したところ陸から数十メートル離れた海の中で乗用車を発見し 運転席にいた成人男性1人が救急搬送されました警察などによると男性は搬送時意識がなかったということです警察は車が転落した詳しい原因などを調べています